リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのインドです。はい、本日はですね、ちょっとご報告がありまして動画を回しております。で、ご報告が何かと言いますと、タイトルにもあります通り、パッちゃんがね、怪我をしてしまいました。というところでございます。で、まあ、どういう怪我かというと、今映っていて、なんとなくわかるかな。実はですね、脊髄の神経をやってしまった様子です。で、本人は至って問題なくっていうところなんですけれども、まあ、以前にもね、ご報告させていただいたことがあったことで、他の子でね、ちょっとご報告させていただいたことがあるんですけれども、ハルとウララちゃんのエンセファリトソーンっていうね、ウサギが、かかってしまう、原虫にね、その病気にね、感染してしまったことっていうのがあったんですよ。で、理由としては、ちょっと、ハルとウララって、実はですね、前にも話してはいるんですけれども、拾ってきてうちに来た子なんですよね。捨てられていた子なんですよ、実は。で、まあ、保健所に連れて行ったけれども、保健所の方では殺処分しか方法はもうなくなってしまうって話で、引き取れる方が引き取ってくださいっていう形で、うちで引き取ることになった子なんですけれども、その子たちは、ちょっと劣悪な環境で、うさぎちゃんもいるような多分、もともとのお家だったらしくって、そこでね、うさぎちゃんのね、うんちをね、多分、食べてしまったっていう状況らしいんですよね。で、その原虫の検査とかをした結果、やっぱり感染してるっていうことが判明しまして、その際はね、原虫の駆除っていう形で、療養していった形なんですよね。で、療養していくうちに、良くなってきてって形なんですけれども、パッちゃんは違います。この子はですね、物理的な外傷があったご様子で、で、気づいたのは、この動画を回している、4日、5日ぐらい前ですかね、とある日なんですけれども、朝、ちょっとね、ケージの中で暴れるというわけではないんですけど、ちょっと大きな音が聞こえて、どうしたって思って見た日があって、で、その時は全然問題なく、普通に歩いてたんですけれども、その日の夜、この子をね、見た時に、なんか、足をこう、引きずってる感じだったんですね。あれれと思って、夕方あれは4時ぐらいかな。で、おかしいなぁと思って見てて、で、触ってみると、下半身をね、引きずってたんですよ。で、おやおやと思ってそのまま病院に行き、いや、またエンセファリトソンじゃねえよなぁと思いながら行ったところ、一応その検査とかもいろいろして、で、とりあえずエンセファリトソンではないことはわかり、で、その結果、レントゲン取るか取らないかって話にはなったんですけども、骨折してたとしても、できる対処っていうのはちょっと、プロモモンガのこの小さい方だと、固定しても多分取れちゃうし、あとは、まあ病院の先生もね、レントゲンは簡単に取れるし、リスクもないんだけど、レントゲン取るだけあんまり意味がない可能性がある。答えがわかるだけってあって、できる対処っていうのは変わらないと、答えの結果としてね。で、プラス、CT スキャンと、MRI を取れば、まあ、答えも見えてくるだろう。神経の、なんていうんですかね、部分が見れるかっていうところで話もされたんですけれども、その病院ではそれはちょっと施設としてないんだよねって話になっていて、で、まあ、施設としてないとはいえ、どっちにしても、結局は、できる対処っていうのが同じだと。薬による療養かなっていうところで。で、この子自体は普通にうんちもするし元気な状態なんですね。で、まあ、引きずってはいるんだけど、でもね、ちゃんと実は、足を引っ張る動作っていうのはしてるのわかる？足をグッと持ち上げようとはしてるんですけれども、足の先端の方に力が入っていないっていう状態なんですね。で、切り分けとしてエンセファリトソーンの場合だと神経がもうがっつりやられてしまうことの方が多いので、もしこれがエンセファリトソーンだったら、
あの尻尾ももっと脱力、この子尻尾全然普通に力入るんですよ。こんな感じで、わかる？尻尾を脱力しないでちゃんとこうくるんとなるのね。で足だけこう引っ張ってるっていう感じで、でしかもでも足を引っ張ろうとはしてるのねっていうところで、うん、脊髄神経かなという話になっております。まあ、詳しい検査をすれば、まあ、答えは出てくるっていう話ではあったんですけども、答えが出ても結局やる治療は一緒だから、うん、私的にはそこまでしなくてもっていうふうに言われたのがお医者さんの、あの獣医さんの意向でした。まあ、答えが分かったら楽だけど、で安心もするけど、でもやれる対処は一緒だからどうするっていうのを委ねられました。近い。で最終的にどういう形ですかって話をしたら、ステロイド剤を使って療養していく形になるよと。でこの子自体はもう至って元気なので、こうやってで、あの原因、こうなってしまった原因なんですけれども、この子すっごい、もう今もね、前足だけでこうやってね、活発でしょ。で活発な子っていうのは、あの自分の体に対しての、あのなんだろうな、リスクっていうのを顧みず、こうバン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 動いちゃうらしいんですよ。で、まあ、飛ぶ生き物系、飛ぶっていうのは足で飛ぶね、カンガルー、まあ、フクロモモンガもそう、ウサギ、ワラビ、シマリスなどなどですね、の哺乳類っていうのは、あの腰をね起点に足でグッと踏ん張って飛ぶらしいんですけども、その時に腰にグッと負担がかかることが多いわけらしいんですよ、この辺にね。するとそれで、なんていうんですかね、骨を圧迫してしまって、あのなんていうんですかね、あのそういう神経のダメージを負うこともあるみたいです。ちょっともうミルク飽きちゃったな、ちょっとマシュマロあげるわ、チュ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 、らしいんですよね。でその結果、まあ、そういうのが起きてしまうので、あの起きないようにっていう形ですね、あのしてあげるといいんでしょうけれども、まあ、あの起きてしまうことは起きてしまう、そういう事故は絶対あの 100% 起きえないとは言えないって話だったんですよね。なのであの、まあ、お薬で治療していこうかというところで、怪我はいつどういうタイミングでしてしまうかわからないしっていうことでございます。ちょっと近いんだよ。あれどこに近いんだよ。近いんだよ。この辺にいて、この辺にいて、そんなこっち近づいてこなくていいから。こっちに来たところであなた何もできない。まあそんな感じでね、まあ、お怪我をしてしまいましたというお話でございます。で出していただいた薬っていうのを軽くだけご説明すると、まあ、分かる方は調べていただけるといいんですけれども、こちらがねいただいた薬になります。でこちらに入っている成分としては、ブドウ糖、ニューロアクト、グルコサミンだったり、メチルスホニルメタン、あとはビタミン B 群という形で、これは脊髄の神経関節などをサポートする、サプリメントになります。でもう一個が、プロドニゾロンっていうので、炎症やアレルギーの抑制、そして炎症の病気、免疫系の病気、アレルギーの病気など、まあ、幅広く使われるもので、人間にも使われるようなお薬にはなってるんですけれども、これがどういったお薬かっていうと、まあ、これがあのステロイド剤と呼ばれる、まあ、副作用もねもしかしたら起きるかもしれないと。例えば脱毛が起きてしまったりだとか、あとは下痢だったりとかっていうところが起きるかもしれないリスクもあるお薬ではあるんですけれども、神経の回復につながる薬だそうです。そしてもう一個が、トランサミン、出血を
止めたり赤みや腫れを抑えるものっていうところで、お話を伺ったところによると、あのステロイド剤を入りでね、あの炎症とかを治してはいくんですけれども、あのどうしてもそこで腫れっていうのが出てくる可能性があるらしいんですよね。なのでステロイドの腫れとかそういうのを、これで抑える、役目もあるみたいですね、はい、っていうお薬が、いただいたものになります。でこれをね、今日まだあげてないんで、今日一口一滴だけね、朝晩一滴っていう形ですね。はい、ちょっと嫌かもしれないけど飲むよ。はいはい、嫌だね、嫌だね、はいはいはい、はい、どうぞ、はいはいはい、お疲れ様っていうお薬でございます。で、いろいろねお話を伺って、あのケージとか変えた方がいいですかねみたいな話とかもしたんですけれども、こんだけ元気だとケージを変えちゃうとストレスが溜まってしまう可能性もあるし、ストレスが溜まるとこう自分の足が動かないっていうところで自己症になる可能性があるっていう話で、あのひとまずは今のケージのまま暮らしていきましょうかと、あの問題がなければ、それ以上に何かこう危ないことがなければ大丈夫じゃないかなっていうところで、ひとまずはそんな感じでやっていきましょうと。で本人は至ってめちゃくちゃ元気で、頑張って、わかるかな、腰をねこうやって引っ張って動かそうとはしてるんですよ。足もね実はこうなんていうんですか、戻す力はあってですね、ちょっと嫌かもしれないけどちょっと通るよ、こうやるとグッとちゃんと戻すんですよね。引っ張った後もグッと戻すんですよっていうところは、あのちゃんと力として神経としてね通ってるみたいなので、この戻す力っていうのをちょっと信じてあげましょうっていうところですねって言われております。これで伸ばしたりね引っ張ったりっていうのは自分でできてるんですよね。ただあのすごいこう丁寧にそれを行えているかっていうと、またそれではとは違うっていうお話だったので、あのそれをねやっぱりお薬でサポートしながら神経の回復をしていきましょうっていうところでした。でもですね、あのいつもお世話になっている病院がですね、やっぱりいい病院だなと思いました。うん、助かっております。私がね所属させていただいている桃ヶ研究所の方では、なんていうのかな、共有させていただこうかなと思うんですけど、 YouTube だとちょっと拡散力も意外とあったりする時があるので、 YouTube ではあの病院の名前までは出さないようにしておきます。気になる方は Twitter から DM いただければ、あの北海道のこの病院いいですよっていう形でご紹介はさせていただこうかなと思います。ちょっと個別に対応させていただければなというところでございます。まあ、ちょっとあのお怪我をしたりとか病気だったりっていうナイーブな問題にはなりますので、私もねちょっとはショックを受けているので、あの当たり前ですけどね、我が子のこういう健康じゃないっていうわけじゃないんだけど、不自由があるのはねやっぱり見ててかわいそうなことではあるので、あのナイーブな問題ではあるので、一応ねツイッターとかであの DM いただければそちらからお答えさせていただこうかなと思います。あと YouTube にあの一応メールアドレス、 YouTube の連絡用のメールアドレスっていうのも載ってあるので、そっちのメールアドレスからあのメールを送ってくださっても大丈夫です。あのリントさんこうでこうでみたいな、ちょっとコメント欄だとね、あのオープンな環境下であのになってしまうので、ちょっとコメント欄ではねあのお答えは控えさせていただこうかなと思うんですけれども、あのツイッターの DM 等であのいただければと思います。まあ、あの病院さんにねもしご迷惑をかかったとしても困ってしまうので、あの個別にね対応させていただくっていう形を取りたいと思います。はい、だってご本人は至って元気です。こうやってで餌食いも全然いいし、ご飯すごい食べるし、あの本人は至ってなんかケロッとしてるので、まずはねこの調子でやっていこうかなと思っております。まああとはお薬飲みながらね治っていけばいいし、あとは、まあ、治んなかったとしても、まあそのなんていうんですかね、あの下半身が不自由な状態にあの付き合いながらやっていけども、こっち来ないの、あんなもう甘えん坊なんだから、
あのこれをね付き合いながらあの生活できればいいかなというところですね。あのこれが原因で寿命が縮まるっていうことはないと思うよって話はされました、あの病院でも。ただ例えば他の子と合わせたりっていうのはちょっとやめた方がいいかもねと、この子はもう一人っ子で生活させていった方がいいかもねと、まあ、もし治ったらあの誰かとペアリングしてもいいかもしれないけどって話にはなりましたけど、あの基本は一人でこうやってね生活させてあげましょうっていう話になりました。もう元気すぎてこの子、前足だけなんだよ、お手手だけなんだけどこんなに動く、ちょっと不思議な子ではございますが、まあ多分ね腰を打ちつけたか飛ぶ時に腰に力を入れすぎたのかですね。ほんとよく飛ぶの でちなみにうちの子どうしたらいいかな、うちの子もならないかなっていう話に関してなんですけれども、それに関しては一概に分かりません。私も原因が分かっていない状態で、なんか物音が聞こえたっていうのも気のせいかもしれないしっていうのと、こうどれが原因かっていうのはすごいわからないと、私も結局わからないので、ただこの子はね足をグッと引っ張ろうとしたりっていう動きもしてるしっていうところなんであれですけれども、ちょっとね対処法っていうのはないと思うよっていう話ですね。どんなに普通のケージでね飼育してたとしても、あとおもちゃがね少ない、すごいこう質素なケージだったとしても起きるしっていうお話でした。本当にウサギちゃんとかだとよくある話というふうに聞きましたね。ウサギは特にグッと腰に力を入れて飛ぶので、その結果腰をねやっちゃうっていうことはあるみたいです。でこの子たちも飛ぶ時って足でグッとバネをねバネにし足をバネにしてグッと飛ぶので、すると腰に力を入れてそれでやってしまうということはあるみたいですね。なのでそういう仕方ないこともあるんだなというところではありました。で、まあ病院の先生がよくこう再三言ってくれたことというのは、まあ自分を責めすぎる必要はないよと、起きえる時には起きえると、でこれはどんなにね危機管理をしてても簡単に言うともらい事故みたいなものだからっていう話になって、それをね全部何事もなくっていうのは難しいところなので、うまく付き合ってあげるこれからの未来のことを考えてあげましょうねっていう話をされました。まあ、この子が元気であればっていうところですね、まずはね。すげえ元気なんだけどね、パッちゃんはね。はい、まあそんな感じでございます。一応ね、今後動画に映るときになんか下半身おかしくねっていうのがあるとあれだったので、ちょっとご報告として今回動画を撮らせていただきました。ただ本人は元気だし、こうやってね普通になでなでされながら甘えてくるし、こっち来なくていいのよ、だからこっち来なくていいのよ、すぐ登ってくるんだから、はいっていうところですね。でまあ動画でねご説明するときに怖いのが、まあたまに過剰な方がいるので、動物虐待だとか言い始める人がいるんですよ。お前虐待してたんだろうって言ってくるやからがいるんですよね。皆まで知らずに。今までのこの子と私のね、生活とかっていうのを全く知らずに、お前が虐待したんだろうとかって言ってくる人が、少なからず少数いますが、袋物が分かってる人なら、この映像を見て分かっていただけると思うんですけど、虐待されていた、袋ももんがだった場合、こんな風に触れません。まずそれだけはちょっとご理解ください。ちょっとこうやってね、嫌がったりはするものの、本当に、虐待されていた袋ももんがだったら、もう手をこのまま前にやっただけで嫌がります。し、威嚇をするし噛みつきます。多分こうやって抱っこすることもできないです。はい。普通に指を思い切り、噛みちぎる勢いで噛んできます。はい。
それだけはちょっとね、ご理解いただければなと思います。ちょっと過剰派がね、ほんとごく稀に出てくるんですよ。一回炎上したこともありますしね。最後まで何も見ないで、ちゃんと見てない人っていうのは結構多いんですよ。まあ、長く動画を撮ってるんで、最後まで見ない人っていうのもいると思うんですけど、最後まで見てもいないのに、意見をするのは、違いますよって。ちゃんと全てを理解した上で意見しましょうねっていうところ。アンチさんってね、表面しか見ないので、ちょっとそこだけがね、困りどころなんですけれども、本当に虐待っていう過激派の方、立ち向けに一個言っておくと、虐待されている子だったらもうこんな風に触れません。もう一回、もう威嚇だし、噛みつくし、指ボロボロ、まあ指ボロボロはボロボロですね。いろんな子が爪とかで引っかいたりするんで。もっと悲惨なことになります。こんな風にね、抱っこなんて無理ですよ。荒れてる子は。喧嘩しないよ。ほんとね、そういうのはご理解いただけますと幸いです。はい、ひとまずね、今後のご報告、今後のね、動画のためのご報告として、はい、こんな感じで動画撮らせても、ダーク落ち来ないの。そんなに遊びたい。うん、後で遊んであげるから、今はおとなしくしてて、うん、はいはい、オッケーオッケー。もうね、私の体を登って遊びたいみたいですね。うん、はいはい、ごめんね。はい、そんな感じでございます。はい。今後でこの子のね、足の調子が良くなったりとか、あと、こういう状態だよっていうのは、また逐一ね、ご報告させていただきながら、皆さんの、これからの、例えばね、袋ももが飼育されている方で、いやー、私の家でもこういうことが起きて、僕ん家でもこういうことが起きてっていう時に、参考になること、あとは、少しでもね、心強く、なんていうのか、サポートできるように、やっぱり一人でいろいろ考えたりとか、病院行ってみたものの結局なんか、たらい回しじゃないですけれども、いい病院に出会えなかったりだとか、いろんなことがあって、ちょっとこう、不安に思う方っていう人にね、心強い、こう、協力というか、ができたらいいなとは思っておりますので、私も、うちの子の今後の状況っていうのを見ながら、やっていこうかなとは思ってますし、うちではこうしてたよと、うんちした。綺麗なうんちしてるね。よいしょよいしょ。はい、うんち。はい、どうぞ。ちゃんと綺麗にうんちしてるね。よいしょ。なんか、そのサポートじゃないですけれどもね、少しでも何かアドバイスというか、できればいいなと思っておりますので、何かございましたら、ちょっとコメントいただいたりとか、うちこういうことが起きたんだけど、どうしたらいいかなっていうのをね、なんか参考になりそうな動画とかも、随時残していきたいなとは思っているので、ぜひともよろしくお願いします。なので、もしよろしければこちらのチャンネル登録、あとは高評価、あとは Twitter、Instagram、TikTok 等やってますので、ぜひともフォローだったり、あと困ったら DM だったりしていただければ、参考程度にはなりそうな、アドバイスっていうのはできると思いますので、これでも袋ももが6匹をね、飼育しながら、生きておりますので、袋ももがだけじゃなくてね、レオパード月光だったりとか、あとは、他にもね、ほらほら、近いね、君。クロモンガ以外にもね、セブシシバネヘビ、サバナモニター、レオパード結構、あとはサンショウイモリ、そしてルセットオコモリっていう形でね、いろいろ飼育しておりますので、何か有益な情報っていうのをね、ご提供できればなと思っております。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。また今後ね、この子の様子、動画ではアップしていこうかなと思いますし、この状態でも元気だっていうところでね、なんだろうな。言い方あれですけど、人間で言うところの身体の障害があっても、元気にやっていけるんだぞっていうのはね、動画でね、ご紹介できたらなって思いますので、そちらもね、動画を楽しみにというか、答えというかね、見ていただければなと思います。もう、ね、元気すぎるんだよ、君。落ちるよ、それ、そっち行ったら。うん、はいはい、もう、ここに行きましょうか。はい。ちょっと遊びたい盛りなんで、この後遊んであげようかと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、私、リントと、はっちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。